はい、こんにちは。ギタリスト、ギター講師の工藤直之でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、手軽にジャズギターを弾けた気になってみようっていうことで、手軽に弾ける枯葉のソロ、枯葉のギターソロを、ご紹介したいと思います。初心者の方にね、質問であるんですよ。やっぱり一番最初、どういうジャズギターをコピーすればいいですか。まあ、いろいろおすすめはあるんですけれども、いきなりやるには難しいかなっていう、いきなりジャズギターでこういうのコピーするのはちょっと難しいかなってな、そういうのが多いんで難しいんですよ、おすすめするのが。というわけで、お手軽に弾ける枯葉のギターソロっていうのを今回ご紹介いたしたいと思います。これ今まで僕も僕の生徒さんたちにこれをやってみてってやってもらっているもので、結構成果がいろいろ見えるので、やってみるに越したことはないと思いますよ。ですので概要欄のところに譜面の URL ありますんで、そちらへ飛んでいただいて、タブ譜ありますんで、タブ譜を見てやっていただければと思います。でもし前回までで、オルタードスケールだとか HMP5 のスケールのお話ししましたよね。今回のギターソロをちょっとね、研究していただければ、あ、ここオルタードじゃん、あ、ここ HMP5 じゃんっていうのが入っているフレーズになっておりますんで、でそういうのを見て、あ、こういう風に使えばいいんだねっていうのを分かっていただけるといいかなと思います。ぜひやってみてください。では最初にサンプルの演奏をどうぞ。で今回は、せっかくねフレーズ覚えたんですから、それを練習するためにカラオケを流しますんで、それに合わせてやってみてください。はい、じゃあカラオケの方どうぞ。どうですか、楽しんでいただけましたでしょうか。それほど難しくないようにソロを作ってあります。
あくまでもあの初心者がの人がやりやすいように、それでいって研究すると、ああこういう風になってるのかっていうのを分かりやすいようなフレーズで構成してみました。ぜひぜひトライしていただけるといいかなと思います。まあ、今回のやつが参考になったとかいいなと思ったら、あのいいねボタンを押していってください。そういうわけでまた次回。